両文猿は、新末、中華民国の政治家、書家画家、経済学者、北京政府の要人、縄和章だが、字の文猿で知られる。号は、自家史、職史、公立旅行師範学堂を卒業。1903年に、大阪で開かれた、内国官業博覧会を視察している。1909年、チャンス少史議局議員に当選し、 長県らの立憲運動に参加した。1912年1月、南京臨時参議院議員に当選し、立憲党に参加した。翌年4月、衆議院議員に当選し、5月、新歩党に加入している。1917年8月から1927年まで、北京政府財政部の参事や主席参事を務め、主に外債委員会において任に当たった。 その間の1922年8月に財政部常務次長代理処理に昇進している。また11月には逮捕された王朝、めぐみ臨時内閣財政総長、ラモンミキの暫時代理として、12月には王大将臨時内閣、王政帝臨時内閣の暫時代理として、それぞれ財政総長を務めた。北京政府法会合は政界を離れ、東方会が協会幹事、 国立芸術専門学校教授などを務めた。日中戦争時期には日本軍の占領地域に留まったが、新日政府からの民間要請はすべて拒絶している。寮は在野にあって、教育、芸術の振興に励み、北平美術学校校長を務めたほか、中国各地の学校で芸術教育に当たっている。1944年5月、死去、去年69、 書家としては、初期は柳体であったが、後に朝鮮碑の書体に近づいた。絵画は、女性等を模範とし、梅、蓮の花の絵に、独特の風格があると評される。その力量は、陳半朝、陳氏、祖、蔡白石と共に、京史四大画家と称されるほどであった。これら書画の才能の一方で、経済学者としても優れ、中国経済学。 財政金融学、中国における、使用性の最近の状況等の著書がある。ありがとうございます。